こんにちは。今日はこちらの 3D プリンターを改造して印刷クオリティと使い勝手を良くします。この 3D プリンターは前回の動画で出てきたスナップメーカーオリジナルです。基本的には使い勝手のいい 3D プリンターなんですけども、実際に使ってみると改良できるポイントがいくつかあります。そういった点を改造するためにこちらの 3D プリンターで部品を印刷して、でこちらの 3D プリンターに部品を組み込んでいきます。なのでこちらの 3D プリンター自体を改良するために自分で部品を印刷するっていうことをやります。なので、ロボットがロボットの部品を作るみたいな、そういった感じですね。でまず一つ目に改良するのがこちらの 3D プリンターのヘッドの部品です。ということで、まずこちらちょっと取り外してみましょう。でこれが取り外したヘッドの部品です。この部分が溶けたフィラメントが出てくるノズルの部分です。でそしてこの部分が冷却ファンです。この冷却ファンの役割としてはノズルから溶け出てきたフィラメントを固める役割があります。実際印刷しているときはこんな感じで溶けたフィラメントがニョロニョロと出てくるわけですけども、実際印刷中はこちらの溶け出てきたフィラメントに冷却ファンから出てきた風を当てることによってフィラメントをすぐ固めます。でも実際こちら見てみると冷却ファンの方向が悪くてフィラメントに風が当たってない状態です。まずここが一つ目の改良ポイントです。このように冷却ファンから出てきた風が溶け出てきたフィラメントに直接当たっていないので、こういった急斜面の部分であったり、こういったオーバーハング部分の印刷クオリティはそこまで高くありません。これを改良します。冷却ファンから出てきた風の方向をノズル方向に変えるためにダクトを作ります。ダクトはフュージョン360を使って設計しました。当然部品はこちらのスナップメーカーを使って印刷します。 3D プリンターを使って 3D プリンターの部品を印刷します。ということで印刷が終わったのでこちらを取り付けていきます。裏はこんな感じですね。この部分がちょうど空いています。でここから風が出てきて、でこのフィラメントに風を当てます。ということで取り付けます。こんな感じでダクトを取り付けて溶け出てきたフィラメントに冷却風を当てています。これで実際に印刷を試してみます。まず一つ目の印刷が終わったので見ていきます。これが印刷結果です。印刷品質はダメですね。というか完全に印刷できてません。こんな感じで途中崩れてます。これはダクトが無改造の状態と改造した状態の比較です。左側が純正そのまま無改造ですね。で右側が今回のダクトを装着した状態です。急斜面の印刷クオリティは逆に悪くなってしまいました。船の先っぽの部分が比較的急斜面になっていて印刷が難しいんですけども、このように印刷クオリティは悪くなっています。特にこの部分急斜面なので冷却が非常に重要です。冷却が十分にできていないとこのようになります。操縦室の部分もダメですね。なんか途中で折れてしまったみたいです。なんで折れたのかは分かりません。ダクトは印刷物に接触しないように背を低くして印刷しています。なのでダクトが接触したとかそういったことではありません。この操縦室のオーバーハング部分もあるんですけど、こちらも冷却が非常に重要です。冷却が足りていないとこのようにフィラメントは垂れます。なので一番最初に設計したこちらの同封ダクトについてはとりあえずダメだということが分かりました。こちらのダクトがダメだということが分かったので、次に他のダクトを使って試してみます。このダクトはシンギバースからダウンロードしました。
このダクトの特徴は冷却ファンから出てきた風を直接フィラメントの周辺まで送り届けるような構造になっています。なのでさっきのデザインと比較するともっと効率よくフィラメントを冷却できるはずです。つまり印刷クオリティも上がると思います。このダクトをつけて印刷してみたわけですけども、結果はもう全くダメですね。使い物になりませんでした。これが印刷結果です。もう全くダメですね。この急斜面の部分のクオリティも全くダメダメですし、この側面の部分も印刷品質が悪くなってしまっています。裏面もそうですね。というか全体的に印刷クオリティが悪くなっています。この状態で最後まで印刷するとフィラメントが無駄になりそうなので印刷を途中でやめました。まあ、そもそもなんですけども、こちらの冷却ファン、風量と風圧が足りてない可能性があります。なのでこういう風な風の出る出口の狭いダクトを作ってしまっても結局標準のファンの性能が低いので、この性能を十分に活かせてない可能性があります。つまり何が言いたいかというと、こちらの標準の冷却ファンにはこういった狭い出口から十分な風量と風速を持った風を出す性能はないということです。冷却ファンの性能は高くないので、こういった複雑な構造のダクトを作ってもその利点を活かせないことが分かりました。なので冷却ファンの性能を最大限活かせるようなシンプルなダクトを設計することに方針転換します。こちらが新しく設計したダクトです。一番最初に設計したダクトがあるんですけども、これを半分に切ったような形です。冷却ファンを半分くらい覆うような形に設計しました。内部の構造も少し工夫していて、この部分が曲面になるようにしています。これは実際に装着しているところです。冷却ダクトはこちらの方向を向いていて、でこのダクトから出てきた風がこのノズル周辺に当たるというわけです。どういうことを考えながら設計したかというと、冷却ファンのですね、出てくる風量を最大化するということを考えながら設計しました。冷却ファンから出てきた風はこのダクトによってノズル方向に方向が変わります。このダクトは冷却ファンの半分だけしか覆っていないので、このダクト周りの風を巻き込みながらこのノズルから出てきたフィラメントを冷却します。こちらの一番左が印刷結果です。前までの2つと比べるとだいぶ印刷の品質は良くなっています。無改造の状態と比較したんですけど、ほとんど変わりはありませんでした。というか振り出しに戻った感じです。左側が冷却ファンが無改造の状態です。右側が冷却ファンを改造した状態です。急斜面の印刷クオリティは同じか少し、劣るくらいですかね。操縦室のオーバーハング部分の印刷についても印刷クオリティはほとんど同じか、少し劣るかくらいですね。結局何が分かったかというと、純正の冷却ファンにダクトをつけて改造するくらいなら結局何もしない方がいいということが分かりました。このまま動画終わってしまうと何もしなかった方がいいということになりますし、結局印刷のクオリティは上がらないままです。それだと面白くないので、もう少し大型の冷却ファンを使ってフィラメントを冷却します。冷却ファンを取り付ける位置を少し悩みましたが、こちらの印刷ヘッドの横の部分に取り付けます。こんな感じです。冷却ファンをヘッドに取り付けるためのアダプターを作りました。これも 3D プリンターで印刷しました。アダプターに4つ穴が開いています。これは印刷ヘッドの横にネジがあります。そのネジに固定するための穴です。この部分に段差をつけているんですけども、360度全部つけています。この段差をつけることによってこの冷却ファンを入れた場合でも冷却ファンが落ちないようになっています。これはアダプターの底面部分です。この部分だけ大きく開いています。この底面部分のパーツをこのようにしてくっつけます。ここだけ穴が開いているんですけども、冷却ファンの風が、こういうふうに冷却ファンが回るんですけども、ここからちょうど風が出てくるというふうになります。ということでアダプターを取り付けていきます。
冷却ファンを動かす電源はこちらのスナップメーカーの AC アダプターを使います。こちらの AC アダプターの電圧は 24V です。こちらの冷却ファンの電圧は 12V です。なのでこのまま冷却ファンを AC アダプターにつなぐと壊れてしまいます。なのでこちらの DC-DC コンバーターを使います。DC-DC コンバーターを使うことでこちらの AC アダプターの 24V の電圧を半分の 12V まで落とします。なのでこのファンは壊れることはありません。このように配線を分岐させます。こちらがスナップメーカーに入る電源の線です。そしてこちらの赤と青の線が DC-DC コンバーターに入る線です。DC-DC コンバーターのケースを良さそうなところに取り付けて、そして本体を収めます。 AC アダプターから来た 24V の電圧をこちらの端子に接続します。次に冷却ファンから出ている線を DC-DC コンバーターの出力につなぎます。そしてコンセントを入れるとファンが勢いよく回り始めます。こんな感じで出口からは勢いよく風が出ています。ノズルによく風が当たっていますね。溶け出てきたフィラメントもこれですぐ固まります。風量も風速も十分です。印刷が終わったのでどのくらいのクオリティで印刷できたかを見ていきます。これは印刷物です。印刷クオリティは大幅に良くなっています。純正ファンだとこちらの急斜面の部分の印刷が結構汚くなっていました。外付けファンに変えることで大幅にこの部分の印刷クオリティが良くなっています。これは結局溶け出てきたフィラメントが外付けファンの風によってすぐ固まったからです。こちらの操縦室のオーバーハングも印刷クオリティは良くなっています。フィラメントの垂れがほとんどありません。これは外付けファンですぐ冷却されたからです。あとは表面にこういったブツブツがたくさんありますけども、これは使っているフィラメントの品質であったり、あとはスナップメーカー自体の印刷速度であったり、印刷速度によるものが大きいです。でも外付けファンをつけることによって、こういった部分だとか、急斜面オーバーハング部分の品質は大幅に良くなりました。結局風をガンガン当てて冷却した方が良さそうです。ということで今日の動画ではこの 3D プリンターの冷却部分を改造して印刷クオリティを向上させました。で次回の動画ではこの本体自体をもう少し改良して使い勝手を良くしたいと思います。最初はこういったダクトとかをつけて冷却を強化して印刷クオリティを良くしようと思ったんですけど、やはり純正ファンでそこまでやるのはちょっと厳しかったです。なのでこういった外部の外付けファンですね、もっと強力なやつをつけて冷却を強化しました。その結果印刷クオリティも非常に良くなったので、個人的には満足しています。というわけでもしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。